これちょっと待って、分回して。オッケー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 、まずオッケー。おい、え、なに、え、伝説って何、え、知らねえ。俺その伝説知らねえんだけど。どうもコーラスです。今回軽々10系をチャレンジやっていこうかなと思います。いや、今の環境だったら軽々マジで簡単に10系を生きるでやろうと。いうことでやっていこうかなと思うんですけど、メダル編成こちら。もうシンプルですね。敵を KO したスキル2が 16% 短縮される編成になっております。まあ、10系をもするんだからね。この排除するのみ。このブルプルマシーンをギャンギャンに短縮していけば、あっという間にスキル短縮、かつロジャー借りまくりすることができるであろうと。いうことで今90レベルなんですけども、星5でも十分最強なんだぞっていうことを見せしていきたいと思います。まだされてない方がいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価のほどお願いいたします。ってことでやっていきましょう。どうぞ。なんか久しぶりに3000万ルフィ見たな。めちゃくちゃ、あ、ティーさんの動画から見たのかな。ティーさん、この前あのね、動画で僕の名前出していただきまして、ありがとうございます。まあ、いや、もう、まあ、別にその内容どうこうっていうのは置いといてね、とりあえずまあ、名前出してくれたっていうか、まあ、そのね、覚えていてくれたっていうだけでもね、嬉しゅうございましたというところでございますが、とりあえずちょっと火力上げていきたいですね。これは危なくて、避けつつの1個回誘ってからのブンブン丸。これさ、もう一発ブンいけないかな？もう一発ブンいけれそうじゃない？お、いけるいけるいける。はい、2回ブン当ててった。そう、それはでかいですね。で、ここ火力上げていきたいんで、一発回誘って。はい、お宝エリア内であれば、よろき無効を。で、ここしっかりと KO 持ってった。1KO 目。後ろ多分3000マルフィーもひたすらに守ってくれると思うので、おりゃ！オッケーオッケーオッケー。一旦ダメージ与えといて。さあ、ここは 2KO 目と重ねていきたいところでありますが、一旦ロジャー選手は旗握ってほしいけどな、これ。オッケー、まず持っていく。火力上げたいんよな、普通にな。これは1、2の1、2の、痛い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 。待って、こいつ攻撃力リセットとかなかったっけ？そういえば、そういうなんか、やんちゃな特性持ってなかった、こいつ。大丈夫？こいつ、待って、攻撃力、あ、大丈夫だよね。オッケー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 。さあ、ここしっかりと 3KO 目。あいつ、なんかあったよな、攻撃力リセットみたいなやんちゃな特性。いや、あそこ3000万、ちょっと援護行きたいな。ブースト中で、まあ、それ取り終わり際行きますね。はい、倒しますと。OK。で、これお願いしちゃって、これで 4KO 目かな？で、次からもガンガンと行っちゃいましょうか。これスキル2であそこのリンさん倒すのもありっちゃありなんて倒しに行きます。はい、OK。ここで 4KO 目。あ、5KO 目かな？ちょっと計算できないんだけど、自分。さあ、ここはちょっと守っていきますか。スキル1使ってんのかな？わかんないけど。いや、それめんどくせえ。ローめんどくさいんだよな、ちょっと。ちょっとめんどくさいな。それ取り際あるか。オッケーオッケーオッケー。ほな、使いなさいよと。オッケー、それ合わせて、すっかりと合わせていくよ。で、あとは自チーム内にいながらの、はい、ブン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 、やらせるかよー！ 6KO 目、一気に KO 重ねていくよ。カイドウめんどくさい。ちょっと待って、カイドウだけはマジでめんどくさい。あ、でかいね、そこ行ってくれたのは。さあ、ここレッドシャンクスにお願いして、ちょっと真ん中の旗取りに行きますか。いや、カイドウさん来たな。ちょっと一旦お宝エリア内にいながらの振り返りでぶっ刺して、オッケー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 。さあ、これ立ちバグしてるね。立ちバグしてるの、後ろ見えてんだよ！ブン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 、守りつつの、オッケー。いや、これ無敵ちょっと耐えれねえか。いや、ギリ耐えた。でかすぎ。で、ロジャー船長、カルガラの前にいたら怖いでしょ。そんな攻めれないでしょ。カルガラここで旗握ってて、ロジャー船長そんな強気に攻めれないでしょ。お前そこ引っかかったな、ロジャー。お前、トムとジェリーじゃねえんだぞ。いや。あー、ちょっと掴むの早かったか。いや、待って、いや、あー、ミスった。いや、ダウンしてる。ちょっと待って。やばい。ガチやばすぎ、それガチやばすぎ、ダウンさせろ。ちょ、お前、ガチ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 、ナイスすぎる。ま、やばい、トライ逃げない。いや、ごめんなさい。あ、勝った、危ねえ。はい、スコア9100、軽々だけで、すごくない？いやー、平均 5KO 以上はね、全然いけるんですけど、意外と10とかってなると難しいですね。6、7とかはね、まあ、結構簡単にいけるんですけど、これ、ちょっとロジャー初手突っ込んできがちだから、ささっと取りに行きますわ、一応念のためね。っていうことで、まあ、まずは攻撃力をしっかりと上げてから立ち向かっていきたいなと。いや、突っ込んでくるんだよね、意外とね。はい、避けながら1、2の。で、これは分回しといて、まあ、一応すぐにあの短縮できますんで、今回。これでなんかちょっと時間設けさせていただきながら、はい、ボッコボコ。で、攻撃力を上げてもらうために、一旦、自チームの方にね、行かなきゃ、自チームつか、旗数を多くしていかなきゃいけないんですけど、まあ、これ吹っ飛ばしとかしながら、これで、モンド無用で相手が旗を握ってくれたら、ここで攻撃力が上がって、ちょスキル2が溜まるの待ちつつの、ここブンブンで行かせるかよ、おい、行かせるかよ、おい、攻撃力上げてくれてありがとね。
でここでしっかりとこっちの旗も守りきっちゃうよ。攻撃力上げてくれてありがとうね。でただあとはお宝入れないにいながら、これ無敵スキル合わせられるか、12の12の通常攻撃で合わせてって、ここはまあただスキルに今回分回せるからな、分回しちゃって耐えて耐えて、でこれちょっと地味にグッ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 って奥いけないから、あ、ジョズ邪魔やな。ジョズ、お、ジョズなんでそんなジョズに攻撃するんだこいつ。ジョズにそんな恨みがあんのか。いや、さりげなくそれはめんどくさい。まあ、しっかりとまず火力上げてくれてったのはいいんですけど、一気に攻めすぎるとね、あ、ジョズかかんだね。あ、じゃあ後ろ守ろうか。いや、攻めすぎると裏やられ、来られた時のね、ちょっと対処法っていうか怖いんで、一応。一応僕はこう守る派の人なんでね。はい、オッケー。で、KO してしまえば、まあ、速攻でスキル2が短縮されますので、まあ、ガンガンに使っちゃっていいかなっていうところ。うわ、今の避けたでしょ今の。ちょっと誰かいませんか。これね、攻めすぎるとね、こう、ちょっと後ろがテウスになり、テセウスなんですよね。これちょっと待って、分回して。オッケー。まず、オッケー。おい、何？伝説って何？知らねえ。俺その伝説知らねえんだけど。伝説なんて、あれでしょ？排除するのみで、なんか鉄球ぶん回しとけば、なんかレジェンズたちもたくさん、倒せますので、これはまた攻めすぎると一気に怖くなっちゃうので、ここは来た瞬間、お前らの運の月なんだよ、ここが。降りれるもんなら降りてみろよ。お前らここにいろ。撤退、痛い、無理だった。あそこでの待ち伏せがおもろすぎた。普通にやられたけど。普通にやられたわ。クラッカーあれ、ブースト中さすがにワンパンされるか。いや、めんどくさいだ。いや、これロジャー船長、ちょっと倒しておきたいですね。ここ回復不能で一旦持ってきつつの、はい、でかい。これは握りつつの、ちょっと残しとくか。あ、やべ、逃げちゃった。ごめん。そのままもういいや。これ倒そう。だったらロジャー船長倒しに行こう。ここ倒していきたいんですが、オッケー、避けながらのでかすぎ。さあ、ここは無敵スキルで一旦合わせとけば大丈夫よ。で、こっちゅん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 からのビヨンで飛ばしていく。あい、無理でした。9300。いや、10キロ無理だったから、これ何キロぐらいした？あー、なんかスコア9000とかはね、結構いくんですけど、なかなか10キロっていうのがやっぱ遠いね。6、7とかはまあ、ポンポンポンっていくんだけど。まあ、ちょっと果敢に攻めますか。てか、お相手さんチームなんかすごい若返ったな。若返ったのか若返ってはないか。むしろ昔のキャラか。ということで、まあ、裏ロジャーとかいたいかちょっとちゃんと見てなかったんですけど、まあ、10K を。まあ、相手が誰であろうと 10K をしていくっていうのが今回の目的なので、果敢に攻めていきたいと思います。いや、ただ、ちょっとクラッカーめんどくさいんだよな。クラッカーは言って、レッドシャンクスがやってくれると思うので、様子見させていただきながら、いや、そこはむしろこっちのクラッカーチャンスなのでは。おい、オッケー、持ってくよ。で、そこはレッドシャンクスがちょっとここを助けながらの、様子見といて、で、スキルに溜まるのまた待ってきますから、これ、かむされくるな、こっち。回復不能めんどくさい。で、ロジャー船長の方行って、で、これは一旦旗握ってもらって、火力上げてからの、これでオッケー、しっかりと倒していくと。んで、カムサリ使ってんの見えたので、これだと分回すだけな簡単なボス囲碁と無敵スキル耐えますと。はい、耐えてからの、いや、ただ火力が上がりきってないので、持ってきれなかった。さあ、ここは、私、ちょっと果敢に追わせていただきながらの、大きいよ。あ、やばい、それやばすぎ。ロジャー船長も言うて持ってける、でかい、はい、3人いるね。まあ、ちょっと待ちつつ、あそこでいいで、レッドシャックス持ってくるでしょ。これな、火力やっぱ上がりきってないとちゃんと倒しきれないんだよな、ロジャー船長。あそこは、まあ、レッドシャンクスちょっと様子見させていただきながら、ここ、裏来られたらめんどくさくなってしまうよね。あそこ攻めてってる。相手ブースト前にできたらキットローを落としていきたいんですけど、ちょっとタイミング見計らいながらスキル1も用意しといて、確実に、いけるタイミングでいきたい。これゾウの攻撃とかむしろ当たってもいいまであるけど、こんなとこにスキル使うのもったいないので、であればそこはいいけどな。いや、待て、あそこ2人まとめていこう。ブースト前に落とすたいよ。これ、オッケー、でかすぎ。ブースト前に落とせんのでかすぎる。で、これ握ってもらってからのブンブン丸。オッケー、いける、逃がさないよ。いや、それ当たんないのマジで言ってる？それ当たんないのまずいけど、ただブースト前にもうここを倒してしまったのであれば、まあ、ほぼ有利な状況である。で、4-1保ってればもう一回ブースト来るんで、ロジャー船長か。ここをただカムサリ使ってんの見えた。いや、ここは、あ、痛いんだ。今すぐその方から飛び出してきてくれないんかい。やえ、しっかりと高嶺の花子さんやらせていただきながらのブースト来た。1-2からの、これ一回取られるな。いや、耐えた。オッケー。そこはブン、あ、待って、出ました。タッチバグ。エグすぎるって、このタッチバグは本当に。さ、ただここ取れる。
ただあっちの虹も取れるでしょと。はい、これ41の状況作りました。さあ真ん中ちょっとぶっ刺しに行くか。一旦ぶっ刺しに行こう。キットローぐらいでしょこれも。あとキットクラッカーめんどくさいよね。倒します。私行きます。あ、オッケー、勝ちですね。ってことであとはひたすらに KO を重ねに行くだけ。くっそーくっそここの露骨な作戦が穴となった。よし、ちゃちゃっとまあ 10K をしていきますか。あれだね、まだちょっと火力育てていきたいですね。今回火力触れてないんで。で、90レベルっていうのもありますので、まあできたら、ちょっと火力見てから、上げてから、スキルとかをね、使い始めて一気に KO を重ねていきたいなという作戦のもとをやっていきたいと思います。言うて、初手弱いんだよな。弱くはないんだけど、ちょっと、危なくて。いや、レッドシャンクス君、僕、ニカにやったりしたら、言うてマジで何もできないぜ、と。さあ、そこ握られちゃってる。さあ、ここカイドウさん。いや、もうこれ握るか。行きつつの、これは速攻で離しつつの、無敵でブン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 と、速攻で回していきつつ、で、ここにいればとりあえずスキル短縮ももらえますので、一旦お宝で短縮速度が上がるので、ここで鎧向こうとか回せながら、しっかりと握ってって、で、自チームにする。はい、ただここは、いや、無敵あるよね。そうだよね。ただ、ここから相手は一発回避。オッケー、あっち行った。どうしようかな。カイドウさん、これ倒しきりたいけど、変なところに飛んできそうで怖い。さあ、危ない。ビスケット兵にやられるところでした。さあ、これ合わせて、まずカイドウ持っていきつつの、これやれば、ブンブン丸、ブンブン丸。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。1で耐え続ける特性が強すぎる。ここで火力いい感じに上がってますので、まず 2K を重ねてった。ただ、ちょっと回復がな、回復不能めんどくさいよな。回復不能さ、これ長すぎてさ、いや、きっちり狙う。うわー、ロジャー危ねー。来られるとめんどくさすぎたけど、こっちに来ようもんなら、もうあとスキルに押せば、言うて守れちゃうので、危ない。これ耐えて、耐えて、耐えて、レーボリューション。オッケー、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 オッケー。で、ちょっと離れていかないとやばくて、そこは危なくて、はい、オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、お肉食いてー。ちょっとこれお肉もらいに行くか、さすがにあそこ大丈夫だと思うから、まあ、言うて後部で巻き返せばいけますので、さ、ここから、言うて攻撃力はもう言うて上がってるので、さ、ここからしっかりと巻き返していきたいところであるが、回復不能当たるとちょっとめんどくさすぎるけど、一旦キットローを持っていけば、この試合としては展開は楽になりそうなので、一旦倒しに行きます。で、ニカ、いや、これ KO よりも先にニカ大丈夫。いや、待てよ、これさ、ここだ!いけ!いや待てよ。これ回し続ければ大丈夫。回し続けて、持っててからのお前もだ!で、こっち持ってって。いや大丈夫大丈夫。いや、ここのキットローさんも私持ってきますので大丈夫。はい、持ってける。フルゴラ言うて大丈夫。ここはそのまま私持っていこうか。はい、大量 KO よ。ここブースト中に一気に KO 持ってきたのでかくない。振動ジャスもらいながらの、ここブン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 、おりゃー、守れさせていただきますよ。ここもしっかりと行かせていただいて。いや、待てよ。これただブーストで持っていけるか。相手のブースト中来てしまった先にカイドウこれ飛ばれるけど、後ろいるから一旦大丈夫として、ここでタイミングで突っ込んで。やばい。いや、ミスったタイミング。いや、ブンブン丸。うわー、ブンブン溜まってから行けよかった。いやー、惜しかったなー。いや、スコア6000。おー、待って。その真ん中回っちゃない。その真ん中回っちゃうぞ。あそこ2回取れないでしょ、それ。おー、勝った。おー、でかっ。スコアこれ7300。うおーい、奇跡起きました。いや、最後の、締めまくりいいでしょ。じゃあ、お願いいたしますと。いや、ま、今回は結構果敢にね、KO を狙っていっちゃおうかなと思います。レッドシャンクスがま、気持ちめんどいけど、ま、言うてスキルにあれば倒せるからね、レッドシャンクスも。で、あとは、ま、やっぱメインはロジャーを倒していきたいなという感じでございますが、うわ、これ初手突っ込んでくるタイプのロジャー。さ、ここは無敵スキル打たれると思うので、そこは1、2、打って1、2打ってからの、はい、ブン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 と、これまだもう一発当たるんで大丈夫ですね。ブン回し続けましょう。はい、回し続けてからの、避けてからのツッツキ。あー、ミスったな。これ一発通常でもう一個刺すときゃよかった。かぶされは言うてまだ大丈夫なんだけど。まあ、お宝エリアを握られてしまった方がありがたいなという感じで、まずは攻撃力上がっていかないとね。あ、オッケーオッケー、あそこ握ってくれるのでかくて。一旦これ攻撃力、自チームの数を増やしといて、攻撃力を上げていきましょう。さあ、レッドシャンクスか。これ青シャンクスかと思った。まあ、そこだけちょっとレッドシャンクスまだ戦うにはまだ心の準備できてないので、一旦これ近づき、痛い。なんで?いや、結局、レッドシャンクスがマジでめんどくさいよな、ほんとに。いや、あそこ、白ひげやられるか、持ってかれる、大丈夫だな。一旦ちょっと近づきつつの、
無敵スキル一発撃つの見えた。オッケー、ここブンブンまで行きます。はい、強すぎと。で、ここからでも全然まだやれるとは思うので、まあ、一旦ちょっと距離感を置かせていただきながらカウンター引きそうやな。さ、そこはつっついちゃうぜ。つっついてから、余裕見させていただいてからの一発で、KO を持っていける。はい、でかすぎからの、ここは、ぐるるるぐるるるぐるりんちょ。3人 KO。あっという間に、1回 KO されましたけど、あっという間に3人 KO。攻撃力はまあ十分ですね。あそこ真ん中取れると思うので、一旦ちょっとここか気持ちゲージ貯めながら、裏来られたらめんどくさいキャラ言うてキットローぐらいか。まあ、キットローも言うて守れるから、一旦そこ大丈夫だね。こっち誰か来るかな。ここ、攻めすぎてさ、待てよ、ここは確実に持ってきつつ、待て、これ耐え続けよ、耐え続けよ、オッケー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 、耐え続けて、全員、オッケー、もう回せば勝てる、回せば勝てるぞ、強すぎるだろ、スキルにマジで。一旦ゾロさんきちいか。ちょっと私もめんどくさいなっていうところあるんですが。さ、そこやってくれたのはでかくて。いや、これ助けに行こう。助けに行きつつ。やべ、突っかかっちゃった。申し訳ねえ。ただ、あっち行ってしまってるので、ここは助けに行きたいところ。後ろがいないので、これは、ブン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 。やばい。ちょっと待てよ。そっち4番さんいる。一旦4番さんしかなくて、さ、ここはゾロさん一発撃ちつつの、ジャス。やぶねー、いや、うわ、耐えれねえか、あそこ。いや、白毛さんナイスすぎ。これガチナイスすぎ。はい、ということで、まあそこ真ん中のゾロさん取れないんでね。いや、白毛さんナイスすぎだな。いや、でも、オッケーオッケー。後で下はおらで。ちょっと何千回やってたんですけども、無理でした。だからもうちょい狭いステージだったらいけるかもね。ちょっと広い、今回どっちもまあまあ広いステージだったんで、まあ昼シャボン、昼シャボンじゃない、昼バラティとか、ちょっと密接するようなキャラで、あ、ステージでこのねスキル2をぶん回して体力をすることだったらいけるんじゃないかなと思います。ただ普通にやっぱ軽々いるとうざいよね。ロジャーしてんね、怖いもん。もうワンパンされちゃうから。KO とか普通に結構安定してできますし、てかスコア9000、アタッカーでさ普通に状態異常付与とかもなくさ9000連チャンで出せるって、まあまあな強さやっぱあるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さん試してみてください。でもこれ以上やってしまうと私ね喉痛めてまた熱ぶり返してしまいますので、次の動画でお会いしましょう。さようなら。